スタガッチ、今日も元気に行ってみよう。おー、はい、ということで、このありがとうスタガッチは愛してる大好きありがとうの言葉を使って行っていくスタガッチです。はい、今日もイーデスソングに合わせてお届けいたしております。今日は英語バージョンでね、スタートしました。はい、では愛してる大好きありがとうの言葉をね、言いながら今日もスタガッチしていきましょう。ここでいい。はい、さあ、このまずですね、行うのはビフォーアフターをチェックしていきます。そうするとビフォーが分かってアフターが分かるとですね、さ、ボディに差が出てきます。差が出てくるのが分かると継続につながります。あとですね、笑顔で行ってください。笑顔で行うと呼吸ができます。呼吸ができるとボディが伸びますボディを伸ばすのに呼吸重要なんですよ。呼吸ができてないとね、筋肉が固まったままになってますので、それを伸ばすためにも笑顔で呼吸をしていってください。いいですか？いいです。はい、ありがとうございます。さあ、それでは行きましょう。今日もね、サクサクバージョンで行ってみたいと思いますけれども、まずボディのチェックは行います。さあ、ビフォーチェックですね。ビフォーチェック、はい、長座にしていただいてボディを前に倒します。そうすると足の指が、手がね、足のどの辺に来てるかなっていうのをね、確認してください。どこでも全然大丈夫です。ご自分のペースで確認します。で、背中の位置がシステムは今は高い感じになっております。あとですね、お膝の裏の隙間がね、しっかり空いておりますよ。手のひら1枚分空いております。あと、ももがね、丸い感じもチェックしてください。これやるとですね、ももが楕円形になる感じにね、なってきますので、その違いなんかも確認してみてください。 ご自分のボディの変化、微差に気づくの重要ですね。微差、ちょっとの差、ちょっとの差に日々気づいていきましょう。はい、ではですね、この感じで、じゃあ今日もやっていきます。で、サクサクバージョンですので、最初ちょっと説明をいたしますが、最初のポジションですね、足を縦に横に開いて、横足の指さんね、指さん横に開いて縦にグイグイ動かす動き、足指グイグイはこの感じで、リズミカルに8カウントいったら隣の指で、足先ねじりっていうのは指をぐさっと刺して、で足の甲、甲を持ってください。甲で足先、つま先だけね、あ、つま先だけをねじる感じで8カウント。そしてその後、足の甲のちょっと下なんですけど、土踏まずのあたりをがっつり持って、そんでぐいぐい行いますというのが入ります。その後、くるぶしを持って足先振り、くるぶしさんをがっつり持ってください。で、軽く揺す。で、このストレッチですね、足元からほぐしておりますけれども、体ね、体全体もこう、上半身も使いながらやると上半身も一緒にほぐれますので、一石二鳥でございます。それもやりながらやってみてください。はい、ではよろしいでしょうか。ご準備の方は、はい、音楽よろしいでしょうか。で、順番はですね、どんどんいくバージョンでいきますので、はい、こんにちは。今説明が終わりましたので、ここからスルーッと流していくバージョンで今日も行いますよ。よろしいですか。ご準備よろしいでしょうか。はい、ではシスターが8カウント、ありがとう、愛してる大好きありがとうを2回言って8カウントで、ほぼ8カウントでいきますが、ワンモアセットって言った時は2セットになりますので、8カウントかける2という感じで行っていきます。あ、花さん、おはようございます。今日も、スルーバージョンでいきますので、今つま先、足首あたりの説明が終わりましたので、スルーバージョンでいきます。ご自分の、前屈チェックしてみてください。 OK ですかね。はい、では早速いきましょう。で、8カウントの終わりにシスターが次のことを声掛けしてきますので、そしたら次に行くって思ってください。はい、では左足さん伸ばして、右足さんを乗っけます。足の指を開いて、ここからいきましょう。笑顔でね、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、指をぐさっと持って、つま先ねじり、足の甲、せーの、愛してる大好きありがとう、ボディも使ってありがとう、足の土踏まずの下側、せーの、愛してる大好きありがと
愛してる、大好き、ありがとう。はい、くるぶしさんを隠すに持って足振り、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。ボディも使ってありがとう。上下、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。はい、回します。ボディごと、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。はい、ボディも使って反対回し。はい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。笑顔でね、はい、指を持っとって足振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう。はい、ふくらはぎを横に置きます。今やってる右足さん、体重かけてキュウリの塩もみ、せーの。愛してる大好きありがとう、笑顔でね、愛してる大好き。結界さんどうぞ、膝のちょっと上、愛してる大好きありがとう。良いテンポでいきましょう。内ももどうぞ、愛してる大好き、体重乗っけてね、はい、愛してる大好き。お膝を立ててひっくり返します。反対、右足さんのふくらはぎ外側、せーの。愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、笑顔でお膝を立てて、膝裏、あ、ふくらはぎ裏、せーの。愛してる大好きありがとう。親指さんでどうぞ、愛してる大好き。膝下ゴリゴリ、せーの。愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。お皿周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。お膝を伸ばして下ろしたら、もも上ぐいぐい、愛してる大好きありがとう。ご自分のペースでどうぞ、つま先お膝内側、もも横ぐいぐい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。ワンモアセット、ここ念入りに、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、笑顔でナイス。左足さんのくるぶしを乗って、くるぶししごき、せーの。愛してる大好きありがとう、盛大にどうぞ。愛してる大好き、声出して、愛してる大好き、ナイス。はい、ではお膝を立てて、もも裏ゆさゆさ、ぐさっと刺して、せーの。愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。内ももゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。外ももゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。ナイス。膝裏ぐいぐい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。膝下ブラブラ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。ちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ナイス。その膝を後ろに置いて、マーメイド座り、右足後ろ、左足前、右腰をスルッと落として、もも横ぐいぐい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。笑顔でワンモアセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして、左足さんの横に、左手、お尻さんペタ、骨盤転がし、後ろから、せーの。愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。ワンモーセット、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、左手さんを腰の横、右手さんを置いて、くる、骨盤ねじり、せーの。愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。ワンモーセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、ではいいです。さあ、これで形終了、バッチリ、ありがとうございます。ちょっと休憩、さあ、サクッといくとスルッと終わるね。はい、右足を伸ばして、左足さんと長座チェック、右手さんどうぞ。ねえ、てか、あのボディの位置がだいぶ落ちましたし、手の位置だいぶ伸びました。あとね、かかとの位置が全然もうね、右足のかかとが遠い方に3センチぐらい前に行ってます。はい、右足の膝裏、左足と全然違いますね。もももだらんとなってきました。はい、バッチリです。
では水分取ってください。いつでも水分はお取りください。いやー、ほんとスルッといくね。スルッといくのいいですね。タイガーもね、スルッといきましょう。ですから説明もスルッとやる前に説明、ちょっと分かりにくいところのワンポイントレッスンを毎回入れて、それでスルッと流していくっていうのが良いかと思います。リズムに乗っていった方がね、スルッとできるかと思います。はい、では左足さん行ってみましょうか。左足さん行って、ボディの変化ね、気づきましたでしょうか。はい、花さんどうでしょう。はい、ではですね、左足もスルッといきましょう。おー、はい、では左足さん前屈チェックからいきましょう。これでででこの伸びしろたっぷり、皆様伸びしろたっぷりいいです。はい、相手は足を伸ばしていただいて、左足さんのチェックでででこんな感じ、背中の位置こんな感じですね。まあ、だから片足さスルッとやると5分もかかってない、気がついたら終わってた。そうですね、気がついたら終わって、もう気がつ、習慣なんかそういうことですよね。歯磨きとかってさ、知らないうちに終わってるもんね。歯磨き、そう、そういうことでいいと思います。知らないうちに毎回やる、朝晩やるみたいなね。はい、左足さんこんな感じ。はい、右足さんは降りてます。はい、お皿、お膝の裏こんな感じね。はい、では行ってみましょう。左足さん、右足の上に左足さんを乗っけて、指先グイグイ、足指グイグイから行きましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き。足の指をぐさっと刺して足の甲を持って、せーの、愛してる大好きありがとう、足が先ねじり、愛してる大好きありがとう、土まず下側、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、足首を持って振って、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き回します、愛してる大好き大きくありがとう、ボディごと愛してる大好き、反対回し、はい、愛してる大好き、ボディごと盛大に、はい、愛してる大好き、声出して足先振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、両手両足振り、はい、チャレンジタイム、背筋を伸ばしてボディを倒して両足上げて両手アップ、どうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ワンマンセット、愛してる大好きありがとう、盛大に、ではザ・チョキンのポーズ。さあ、シーさんもだいぶ復活、はい、ありがとうございます。はい、では左、だいぶ復活、はい、左足をふくらはぎ置いて、キュウリの足をもみ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、結界さんどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、内ももさん、はい、愛してる大好きありがとう、体重かけて愛してる大好き、お膝をひっくり返して、ふくらはぎ外側さん、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、お膝を立てて、ふくらはぎ裏側さん、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝下ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、お膝を伸ばしてもも上グイグイ、愛してる大好きありがとう、大好き、つま先お膝内側に入れて、もも外グイグイ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ワンセット、ここに2セット、愛してる大好き、ボディごと声出して笑顔でね、愛してる大好き、ナイス、はい、右足のくるぶし乗っけて、くるぶししごき、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、盛大にワンセット、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ナイス、
はい、ではその足を立てて、もも裏ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、もも内ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、もも外ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう、盛大に吸って、大好き、お膝を立てて、膝裏ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、お膝下ブラブラ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ちょっとずらして、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、そのお膝さんを後ろ、はい、左の腰、ももを、もも横ぐいぐい、はい、ぐいっと乗っけて、どうぞ、愛してる大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる大好き、ワンマンセット。体重かけてほぐしてね、はい、愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして骨盤転がし、右手さん膝の横、左手さんお尻ぺた、後ろからせーの、愛してる大好き、ありがとう、盛大に転がして、はい、愛してる大好き、ありがとう、ワンマンセット、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はい、ボディを起こして、右手さん、右腰横、左腰をしっかり持ってねじります、せーの、愛してる大好き、ありがとう、反復練習いいですよ、はい、愛してる大好き、ありがとう、繰り返しやって柔らかく、はい、ありがとうございます。はい、両手を両足骨盤転がし、もうこれで最後ですよ、早いですよ。はい、ではマットを重ねていただいてもいいですし、そのままでもいいです。両足は肩幅ぐらいに開いていただいて、背筋を伸ばして、後ろに転がすのと前に出すのと、両足骨盤転がし、せーの、愛してる大好き、盛大に、はい、愛してる大好き、笑顔でワンマンセット、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。クイック、背筋を伸ばして骨盤だけ、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。いいですのポーズ、最後いいですのポーズで決めてください。いいです、アダイブシッターも復活しております。はい、ありがとうございます。伸びしろたっぷりです。はい、ありがとうございます。ということで、はい、では両足チェックタイム。じゃあ、サッと終わったよ。もうさっと終わったけど、全然左足が伸びました。背中の位置全然違うもんね。はい、そして膝裏も、じゃ膝の位置落ちてきました。左足のももの、も伸びてきました。さあ、皆様のボディの変化いかがでしょうか。コメント欄にお書きいただいて、あと水分取ってください。まあ本当に、うん、でポイントを最初にご説明して、それで通してやるっていう感じ、いいですね、中断せずに。はい、ではいかがでしたでしょうか。シスターのコメン、告知タイム。シスターいいです、ビデオ上映会ボリューム1、ひろみの日の字ですね。3月26日14時と18時、場所はスタジオエヴァさんで、私のスタジオ、スタジオエヴァさん、新宿区新大久保、山手線の新大久保の駅でやってます。徒歩4分、すぐ着きます。はい、私の、東京マイム研究所っていうね、研究所でパントマイムを習ったんですけど、そこで2年間修行した後に、その終了公演をやるんですよ。その時の模様のビデオでございます。いやー、私のね、すっぱらしいパントマイム、ソロ初のソロ公演やってますんで、その映像で、師匠である直木隆夫先生のコメントなんかもちょこっと入っている予定です。はい、こちら楽しみにしてください。さあ、ボディの方いかがでしょうか。これだけで伸びる、そうなんですよ、あっという間にね、伸びるんですよね。これ習慣にすると全然違ってきますので、はい、ということで、ひろみの日の字も楽しみにしておいてください。QR コードから入っていただけたらいいかなと思います。たら、はい、ということで、これだけでいいんですよ。だってさ、両足やったら多分ね、片足3分ぐらいですよ。3分、6分ですよ。6分、たったの6分をですね、日々やっていただいて、朝晩やるのをおすすめいたします。はい、ということで、よろしかったでしょうか。今日もね、素敵な一日をお過ごしください。ということで、これにてありがとうストレッチ、ありがとうございました。
いいです。皆さんとってもいいです。はい、ではごきげんよう。Have a nice day. チャオ、バイバイ。